イケメン四天王に貢いでいるんじゃないか。これは嘘。幻想に救われてる女の子の話でもあるんです。うず。はじめまして、シャレ神戸万博です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして、児玉と申します。よろしくお願いします、はい、シャレ神戸万博。シャレ神戸万博です。すごい名前ですね、ちなみに本名も1回目なんでね、しっかり日本語についてお話ししていきたいなと、思います。本名なんですか。素晴らしい日本語っていうのはたくさんあるんですけど、それをどういうふうに呼んでいくのか、それをお話ししたいと思います。本名ですか。よろしくお願いします。ダメかな、ダメなのかな。早速じゃあ実際にですね、書いてきてもらったインスタントフィクションをベースに進めていきたいと思います。インスタントフィクション、はい、僕ちょっと初めて聞いたんですけど、インスタントフィクションと言ってるようにですね、高尚な文章にする必要は一切ありません。自分馴染みのある文体でですね、身構えずに書いてください。もう本当に自由、その時の衝動で、もう軽い気持ちでやりたいようにやるのが一番いいと思ってください。最も自由な表現形式です。はあ、ははあ、文章っていうとなんかこう難しい言葉使わなきゃとか思っちゃうんですけど、使わなくていいんですね。なんて言いました今は。なんて言いました。いや、文章っていうとなんかこう難しい言葉使わなきゃって思うんですけど、いいんですね。そうです、そうです、そうです。ああ、よかった、びっくりした。一つだけただお願いがあります。はい、ただ一つでいいので、その文章の中に面白いと思えるものを必ず入れてください。なるほど。笑い、笑いに限る必要はありません。それは例えば、知的興奮かもしれませんし、はい、なんだこれはという驚きかもしれない。とにかく自分の面白いと思うことを、フィクションとして書いてください。日記とかではなく、なんとなく物語になってればいいっていう感じですね。なんて言いました。だから日記とかじゃなく物語になってればいいんですよね。そうです、そうです、そうです。それやめてもらえます。なんかびっくりするんで、怒ったのかなとか思っちゃう。そうです、合ってます。本当にそういうことで、物語を自分の気持ちでこう自由に書くという。なるほど、はい、じゃあ早速、はい、読んでいきましょう。はい、お願いします。イケメンカフェ。私の名前は山田花子。カフェ巡りが趣味の22歳。行きつけのカフェは大学のそばにあって、イケメン店員が多いことで知られている。中でも月曜から木曜までのそれぞれの日に入っているイケメン四天王の人気はすごいものだ。それぞれのイケメンを芸能人に例えると、月曜須田将暉君、火曜平野翔君、水曜成田凌君、木曜吉沢亮君、その上には彼らをまとめる店長永瀬智也様がいる。お昼時にはこの店のバインミーサンドイッチを求めて女子の大行列ができる。でも彼女たちの本当の目的はむしろイケメンたちにバインミーされることにある。私の番が来た。亮、こんにちは。ご注文はお決まりですか。私、バインミー1個で。亮、ノーマルバインミーをお一つで2500円になります。セットのコーヒーはいかがですか。私、はください。量では3800円です。そして今夜もバインミーサンドは猫の餌になる。いいですね。なんかこう素晴らしいですね。女性の女心というか、恋心といいますかね。そうですね。もうパッと見ていただいて、イケメンカフェというそうです ね、タイトルが、タイトルですから、はい、イケメンカフェっていうタイトルをつけたときに大事なこと何だと思いますか。大事なこと、はい、大事なことがあります。もう言います、待ちません。すいません、これ、はい、すいません、助かります。それはイケメンが出てくることなんです。はい、ああ、そうですよね。イケメンカフェというタイトルでしっかり月曜から月曜、火曜、水曜、木曜と、さらに店長の永瀬さんまでちゃんとイケメンが出てきてるっていうことで、もうほぼ成功してますね。成功。それをさらに読んでいきましょう。まず一番最初に私が気になるのは、この私の名前は山田花子っていうね。なるほど、うん、どういうことですか。このイケメン四天王の須田将暉くん、はい、ね、平野翔くん、はい、成田凌くん、
はい、吉沢亮君、はい、永瀬智也様っていうイケメン、まあ、虚構の世界のイケメンたちはすごく現実的な名前をしてますよね、はい、いらっしゃいますもんね、はい、実際、はい、それに対して山田花子っていうのがすごく空想のようなよく物語で使われるような名前っていう、これは一つ注意するポイントなんですね。そしてもう一つポイント、はい、1週間は7日間なんです。そうですね、7日間ね、はい、7日間ありますよね。日常というのは7日間あるはずなんです。それにもかかわらずイケメン四天王なんです。だから月曜から木曜までしかこのお店で働いてないんですよ。そのお店での売りになってる四天王が金土日が抜けてるんですよ。まあ、別の方がいるんじゃないですか、これ単純に。まあ、別の方がいるっていうふうに考えることもできます。でも週末に山田花子さんは行ってないんですね。あ、そうですね、確かに。はい。はいはい、これなぜか。ここも一つのポイントになってきます。気になります、ここ。四天王だからじゃないんですか。うん、四天王なんですけど、なぜ四天王にしたのか。木曜日まではいいですよ。金曜日の店員はどう思うか、土曜日の店員はどう思うか、ね、そんなことまで考えます。そこまで考えていくとイケメン四天王にした他の理由があるんじゃないかっていうふうに読めていけるんですね。どういうこと、うん、そしてどう考えても このお店高いです。そうですね、ちょっと値段設定が。そもそも児玉さん、はい、分かりますか、バインミーっていうのは。バインミーっていうのは聞いたことあります、ベトナムの方の。そうです、バインミーサンドイッチっていうベトナムのサンドイッチですね。でもそれがかなり高いですよね。そうですよね、サンドイッチ1個でノーマルバインミーお一つで2500円ですよ。でセットのコーヒーはいかがですかと、ください、では3800円です。セットでコーヒーが1300円してる、はい、これ実際には一体いくらなんだというまあまあまあ、イケメンカフェですからね、そうなってくるとだんだんこの物語全体の内容が読めてくるんじゃないかと、ね、内容が、はい、私は思うんです。これは山田花子さんはイケメンに会いに行ってますよね、イケメンカフェに。そうですよ。これもしかしたら直接的な表現は避けてますけど、ホストクラブに通う女性の話なんじゃないかと。ホストクラブ、はい、このイケメンカフェというのは実はホストクラブなんじゃないかと。なるほど。っていうふうに、まあ、仮定 してみましょう。いや、そこに、はいはい、そこで働いている従業員たちですよね、はいはい、そしてなぜ1週間あるのに月曜から木曜までだけか、金土日何してるか。これ山田花子さんホストクラブに通うために、はい、バイトしてます例えばこのホストクラブが歌舞伎町にあるんだとしたら、その近くの何かしらお店で身を削って山田花子さんはホストクラブに通うためにバイトをしています。なんかすごく切なくなってきました。ってなるとどうなりますか、このカフェ巡りがっていうのが、はい、はい、ホスト通いに変わりますそうですね、はい、で行きつけのカフェは大学のそばに。大学というのは何ですか。学ぶ場所ですよね、はいはい、つまりこれは山田花子さんが働いている職場なんですね。つまり山田花子さんは金土日、はい、まあ、歌舞伎町周辺でどういうお仕事かわからないですけど、一生懸命働いて収入を得て、そのお金を、イケメン四天王に貢いでいるんじゃないかと。花子さん、ね、これは嘘。じゃあバインミーサンドイッチって何なんだ。バインミーサンドイッチ、これはシャンパンなんじゃないかとなるほどね、ホストクラブだから、はいはい、最後見てください。そして今夜もバインミーサンドは猫の餌になる、うん、私はつまりイケメン四天王に会いに行くためにこのお店に通ってるんですね。通ってるからこそ自分自身はバインミーサンドを食べないんですよ。そうですね、食べてないんですよ、猫の餌になってるんですよ。そうですね、猫って何ですか。そのホストクラブを楽しむための猫っていうのは、これは自分がひいきにしてるホストのことです。はあ。つまりそして今夜バインミーサンドシャンパンは私を酔わせるんじゃなくて、
結局私がバインミーサンドを買うことによって私がひいきのホストの餌になってるんですよっていうメッセージと取れるんじゃないでしょうかね。なるほど、うん、悲しい話のように読めるんですけど、そうですよ、悲しい話のように読めるけど、どうですか、全体通して私から悲壮感漂ってますか？漂ってないんですよ。つまりこのホストクラブという幻想に救われてる女の子の話でもあるんです。パンパク先生、これもしかしたらホストクラブの掲示板に書き込まれた山田花子というなかなか通えなくなったホストクラブが好きな女の子が書き込んだポエムなんじゃないかと。ちょっとついてきません、先生、すごいとこまで行っちゃってます、うん、っていうことが、だから、匿名的な名前、匿名的な名前が、はい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 、やっぱネットにね、自分の本名を書くわけにはいきませんから、はい、でこのポエムを書いてなんか長文書いてるなってみんな読み飛ばすんですけど、実はここにはそういう、まあ、ホストクラブに対する思いみたいなものがあるんじゃないかと。すごいですねこれ、うん、だ例えば猫の餌になるの後に、はい、私はただの名なしとなるみたいな文章があったとします。ちょっと全然わかりません。どういうことですか？ごめんなさい先生、はい、ね、私はただの名なしとなる。ネットで表示されるいろんな人が書き込んでることっていうのは大体名なしって表示されますよね。あ、はい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 、そこでつながっていって、あ、もしかしたらこういう話なのかっていうのがもうちょっと見えてくるかもしれないですね。はあ。こんなに変わります、はい、これの作品の素晴らしいところはイケメンカフェでお昼の雰囲気、お昼の雰囲気がすごくあるんですけど、はいはいはい、実はこれは夜の話なんじゃないかと。はあ。で、彼女がお昼の話を書こうとしたのは、もしかしたら暗い部屋でこのポエムを綴りながらパソコンの画面が光ってる、光を見ながらお昼を考えた。そこまで見えてるんですか、うん、先生、まあ、この結局花子さんは、はい、幸せなのかどうかというのは読んだ人が、それぞれ解釈すればいいんじゃないかなと思いますね。すごいですね先生、うん、ちなみにこの文章なんですけど、はい、一般人の方のバーテンダーの女性の方が書いたもの。じゃあそういうことなんでしょうね、女性のバーテンダーは。そういうこと。だから週末にまさにバーで一生懸命働いてお金を貯めて通ってるんですよ。まあ、違いましたもんね、うん、先ほど言ってることっていうふうにも読めるというね。この動画を楽しんでいただけた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。